あと今日がもう最後なので、1年間ありがとうございました。お世話になりました。で、ただ、ね、ちょっと3月11日月曜日に発表というふうに思ってます。3月8日の金曜日に音楽でリハーサルというふうに思ってますので、また紙入れますから、大変申し訳ないんですが、もうちょっとだけお付き合いいただけたらと思います。あと何回も言いますが、友達で一緒に歌いたい人がいたら、ぜひ誘ってください。俺気づかなかった。去年歌ってさ、動画撮ってさ、全く知らなかったけど、なんか最近知ってたんやけど、2年のなんか全然関係ない美術科書道の子が真ん中入って一緒に立ったらしいんやって。っていうのを1年経って知りました。はい。誰か誘ってください。はい、終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。